とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。不滅のナイフと釣り竿を合わせて使うと、むちゃくちゃ強いということですね。このね、ソウルナイフ系は、俺、釣り竿使えないと思ったんですよ。まあ、実際使うとこんな感じになって、まあ、動かないんですけども、キノコを使っても、まあまあ、ピクピクは動くよね。動くけど、ダメージは入んないんですよ。入らない。うん。なので、使えないと思ってたんだけども、25% の攻撃速度アップの防具。あれを装備すると、使えるらしいんだよね。これは知らなかった。ということで、このソウルナイフ系、まあ、不滅のナイフよりも、トゥルースシーカーの方がダメージは、上なので、こっちで試してみましょうかね。旋風と衝撃波との相性がいいみたいなので、旋風衝撃波クリティカル。これを入れてます。では、ハテナハテナハテナで試してみましょう。それでは、トゥルースシーカーを使う前に、ツルハシ、これでの速度を見てみましょう。多分、釣り竿で使うとこの武器が俺一番強いと思うんだよね。でも、ダイヤモンドのツルハシは、ダメージが156万。トゥルースシーカーは168万。まあ、トゥルースシーカーの方が若干高いんだよね。なので、こっちの方が実際は強くなるのかな。まあ、とりあえず、このツルハシでやってみましょう。旋風衝撃波入れてまーす。いきまーす。まあ、こんな感じよ。早い早い。めちゃくちゃ早いよ。はい。こんな感じで、倒せますけども、トゥルースシーカーはどんな感じだ。それではトゥルースシーカーでいってみましょう。エンチャント旋風衝撃波クリティカルですね。十分な火力は出ると思う。いきます。キノコ使って、いやちょっと待て、微妙か。うん、攻撃はできる。攻撃はできるんだけども。いやー。いや、強いよ、強いよ。普通の武器よりは全然強いんだけども。ツルハシよりは強くない。それとも、俺の連射コントローラーの性能が悪いのかな。はい。ということで、戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。このトゥルースシーカーが釣り竿で使えるってことすら俺知らなかったので、よかったです。まさかこういう使い方があるとはわかりませんでした。で、強さなんだけども、多分コントローラー次第では強くなるんじゃないかな。まあ、確かに、元々の性能はトゥルースシーカーの方が、ダイヤモンドのツルハシよりも断然上なのよ。こっちの方が断然強い。もともと追い打ちがついてるので、強いんだけども、俺のコントローラーでは、あんまりこんな感じで安定しない。これがね、安定して、連射できてれば、多分相当強いよ。めちゃくちゃ強い。なので、コントローラー次第では強い。ということですね。俺のコントローラーでは、このツルハシの方が、強いみたいです。そうね、ちょっとその強いトゥルースシーカーを使ってみたかったんだけども、俺のやつではちょっとできなかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。